365日って死後にかけてですよね。それは100年です。代々手渡しの手渡し、手筋で、なかなかその一人で完成する。何代目ぐらいなんですか？ですね。何代目？今当園では5代目まで。5代目。もう大かけてやってるんですよ。小宇宙という。さっき習ったこと。そう。非常にこう、なんでしょう、力を、パワーをいただきながら、こう私たち。進めてまいりたいと思います。今日ね、まあ、今日一日って言うとあれなんだけどね。そうそうそう。ちょっとこれじゃあ先生ちょっと紹介して。私が？そうですよ。第121回埼玉的演奏会の日本フィル交響楽団の、演奏会がこうずらーっとありまして、まず最初は9月11日小林健一郎マエストロと、ピアノ中道一郎さんでモーツァルトのピアノコンチェルト23番と。モーツァルトの40番、シンフォニーの40番。なんかジャパンアーツアーティストが並んでる感じ、ね。そうですね。いやでもここが、あそこが違うね。あそこが違う。それで、まあ、11月13日、そう、私が指揮、パパが頑張る。指揮する。モーツァルト、メンデスのスコットランド。そう。そして来年1月、神谷先生が。神谷先生。先生なのね。いや私は、はい、そういうこう感じだと思ってるんですけど。つまり東京大の教授。で神谷先生教授なんだね。そう、私がこう早期で卒業するのにこう反抗してくださったこう貴重な大先生であります。すごいね。で神谷先生がこうビバルニの指揮とピアソラのブラームスの愛ですね、指揮と素晴らしいこの名曲、素晴らしい名曲の数々をですね、これぜひ来ていただきたいってね。ホールがほら今日ね、そんな何ヶ月ぶりに開けていただいたんだけどさ、はい、今までここにお客さんがね何ヶ月も入っていないわけじゃないですか。はいね、また来ていただきたいですよね。ねえ。Thank you.
曲よ、うん、僕好きなんだよ。